私は福岡のパーロ会から来た長富神父です。福岡で院長をしています。で、今回、東京での集まりに福岡から参りました。テーブルに並んだ質問カードを3つ取って答えていたします。まず、自分自身のことを一つだけ変えられるなら何を変えますか？自分自身のことをですか？変えられる。それは、もし、健康があり、そして、もう少し明るくなることができたらいいなと思っております。それからもう一枚取ります。10億円持ってたらどうしますか？これは大変ですね。まずパウロ会員ですから、パウロ会に差し上げますというね。それからもう一枚取りましょう。あなたのヒーローは誰ですか？私のヒーローは言うまでもなくパウロです。いいですか？以上3つを答えましたけれども、これでいいんでしょうか？それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。自分の好きなところ、特別にないね。